よろしくお願いいたします。大家好、我是陈静、今天也请多多关照。本当に申し訳ないんです。この何日間、ちょっとアップしてないっていう日にちが続いてて、もちろん、こっちの皆さん元気なので心配しないでください。もしかしたらこれから編集をしてないまま、こうアップしていくケースもありますので、まあ、みんなすごい優しい指導ばっかりなので、引き続き応援してください。大家好、怎么说呢？最近呢，这几天，我没有把那个动，就是我们没有把视频给放上去，但是我没有任何问题，我们大家都很健康，而且，也很正常的在工作，只是因为有各种这个工作关系或者是一些时间上的关系，我没有那个就是把这个视频放上去。也许从今天以后，有时候没有编辑的这个视频会直接放上去的时候也有，但是我想大家都是非常，比较，心里边非常善良的朋友，也比较就是宽容心比较大的朋友，所以，我希望大家继续支持我们这一个就是。頻道、谢谢。今日の内容はこの間の続きの続き、続きの基礎をやっていきます。今日の基礎の内容は見晚花、見晚花と言います。名称は見晚花、晚は手首、那花は花のように回していきます。見晚花やっていきます。ね、こう手首の動きでこう回していきます。見晚花。今天我们的内容就是接着上一次我们的剑术的基本剑法，接着今天我们来大家一起来练习和分享见晚花的动作。见晚花我们顾名思义就是腕是手腕，花就像开花，就是花一样，烟花一样，非常漂亮，在转起来，见晚花。好的，那我们就开课了。それでは始めます。はい、じゃあそれでは、まずこの剣のね、この間も言いました、剣の持ち方。ね、必ず剣柄のところ、こう。親指と指差し指の、ね、上の部分をつけてください。そして反対の手は剣指、しっかりしてください。親指、ね、この薬指の上にしっかりしてください。剣指。はい、じゃあ次ゆっくりやっていきます。刚才我们看到了这个握剑的方法和剑指，我们两个就是剑，就是拿剑的方法、持剑的方法和剑指，我们要很清楚的，然后不要松指头啊什么的，一定要注意一下。はい、じゃあまずこう見本見てください。好，大家先看一下示范。我先做三次、三回まずやります。ね、この感じで。1、2、3、4回やりました。そう言ったのにね、はい、これ今のは普通のスピード、速くもないしゆっくりもない。今回はゆっくりやっていきます。刚才我做了三次、不是三次、四次、刚才的速度是不快不慢、不算快也不算慢。好的、现在我们慢慢的大家来分享一下这个做的方法。皆さん、今やり方一緒にやっていきます。まず足の幅は肩ぐらい。我们的这个脚的宽度、站的宽度与肩同宽。我们的剑指放于胸前。この剑指自分の胸の前に直してください。そして自分の剣は体の真横ね。
持っておいてください。そして月一ロギー自然に下ろして回してきますよ。はい、自分の手首つまり腕全体ひねって自分の手の甲を前に向きます。はい、力抜いてね、まず体の前に回していきます。はい、戻りました。これ前一回。それで後ろ行くとき、はい、手は、はい、後ろにひねます。それで、それを力、下通して体の後ろから前。はい、回していきますよ。はい、前、ね、手、ひねて、はい、前に回します。はい、また、ね、手、ひねて、はい、後ろを回していきます。そして、ね、前に回すときは、ね、こういう感じ、こういう感じ、どういう感じかな、前にひねていきます。はい、前に回して、はい、後ろにひねて回していきます。はい、1、2、1、はい、こうやって回していきます。1、2、1、2って回していきます。その時の目線は要求としてはね、剣の方を向いていきますので、で、あの自分の手首の高さ、肩ぐらいの高さです。こう低すぎないようにどん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 緊張して高くならないようにやっていきます。好的，刚才我们就练习了一下这个，剑网花，就前后前后，应该大家看了以后差不多也知道，就是一前一后转，我们要贴身，然后剑指就在胸前。はい、それでは皆さん一緒に豪快やっていきたいと思います。好的，我们大家一起来练五次。一起来练五次。刚才我忘了说中文，就是我们的脚要与肩同宽，然后这个剑指要说了是吧？应该是说了。然后转的时候，刚才我用日语，但是大家看了应该差不多明白。好的，现在我再说一下我们这个几个要点，就是我们在剑网花的时候，这个手指就是我们的食指和拇指用劲，其他的三个手指就是放松，然后就转起来就比较立圆了。然后我们的这个肘部千万不要挺直，哎，要放松，这样的话我们的手腕就可以得到一个放松的转动，比较灵活。然后最后一个是我们的剑转起来的时候一定要立圆，离我们的身体要近。はい、それでは先あの言ってたのは3つのポイント。一つはね、この回しやすいように自分の人差し指と親指しっかり握って、他の指は力抜いてる状態。そしたら回すときはすごいあのなんかスムーズに回れます。もう一つは指示ね、こうまっすぐ力入って伸ばさないように力抜いて、そしたら自分の手首も回りやすくなりますので、もう一つ大事なポイントは体に近くって円を描いてください、ね、こう近くとこう横じゃなく、ね、横よりもこう斜めとかじゃなくいきます。はい、それでは豪快いきます。好的，那我们就一次来练五次。いきますよ、よい。好，1、2、3、4、5。五回早いね。五回早いね。もう一回五回いきます。再来五次，五次好快呀。はい、再来五次。开始。1、2、3、4、5。はい、OK。はい。今日の剣腕花でした。私は最後はちょっと早かったんですけど、みんなゆっくりでさっきのポイントを一緒に合わせて練習したらいいと思います。好的，那
刚才我们训练的剑网花，我们最后做第连续五次的时候，可能有一些快。大家练的时候不要着急，跟着前面的，就是我们说明的要点的地方，慢慢的练就可以了。はい、それでは皆さんもし続けなかったら家の靴べら、そしてそれとも新聞紙、こう巻き巻きしてこう練習することも家自分の部屋の中で危なくないと思います。好的，如果我们家里没有剑的话，可以用我们的报纸给卷起来，然后练的话，反而房间里没有那么大的危险性。はい、それでは今日の練習ここまで終わります。那今天我们就到这里，再见，明天见，拜拜，明日ね。